今の国会の会期末が迫り、岸田総理大臣が衆議院の解散総選挙に踏み切るかどうかが焦点となる中、自民党と公明党は残りの重要法案などの成立に向け連携していくことを確認しました。自民党と公明党の幹部の会談では、防衛費増額のための財源確保法案や LGBT 法案などの成立を目指すことを改めて確認しました。また岸田総理大臣が衆議院の解散総選挙について会期末の情勢を見極めて判断する考えを示したことを受け、解散のタイミングについても意見が交わされました。自民党の茂木幹事長は、最終的には総理の判断だからと述べたということです。両党は野党側が内閣不信任決議案を提出した場合、すぐに衆議院本会議を開いて否決できる体制を取ることも確認しました。一方、解散をめぐる総理発言に自民党内からは、前提はやはり野党側から内閣不信任案、これが提出されるということ、それがあった時の判断をさまざまな中で検討するというふうに文脈で聞いておりますので、出されたから即解散だって言われちゃうと、それは趣旨とは違いますよね。防衛予算にしても子育て予算にしても、これだけの規模、これだけの財源ということについて国民の皆さんご判断くださいということであれば、それは立派な解散の大義になりうる。